来ていただきましたけども。滋賀県。うん。ここは大津市になるの？大津市やね、ここ。大津と草津近いよね。近い近い近い。隣り合わせで。はいはいはい。滋賀県で言ったら、大津が県庁所在地で、うん、草津が、割とこう、若い人遊ぶような街ではあって。いや、そうなんだ。飲み屋さんとかも結構、飲み屋街みたいなのが、滋賀では珍しく、あるようなとこで、大津にもあるけど、若い人らはどっちかっていうと草津で飲もうかみたいなのが、うん。いや全然イメージなかった。いわゆるだからね、ダーツバーみたいなんとか。意外とちゃんとあったりするっていう。本当、うん、ダーツバー当てんの？当てる当てる当てる。ブルブルブルって。当てる。ある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 。滋賀にはブルがあるの。あるよ。僕の地元なかったよ。そうよね。でもあんのかな？俺が知らないだけで。ああ、そうね。だから僕も、周りの友達が、行くから知ってるだけで自分は行かんから、はいはいはい、なかったら確かに知り得ん情報やったかもしれない。そうな、うん、いや俺だってさ、うん、大学で出てるから。そうか、二十歳以降の遊び方は地元には知らないもん。そっかそっか。そうで、またこうやっぱりさ、高校生と大学生って、うん、単純に行動範囲がめちゃくちゃ変わってくる。全然違うから。18歳なんて、うん、小学校高学年ぐらいの時と行ける場所そんな変わらんもんね。そうね、だってってことは田舎だとさ、うん、その近くに大阪京都があって出るとかもできないから、うんうん、そうね、マジで家と学校の往復になっちゃうし。そうね、僕なんかほんまにもう滋賀で生まれて、うん、で大きなってからもずっと大阪やから、はい、全然電車で行けちゃう距離やし。なるほどな。在来線で行ける距離やから、はいはいはい、中学高校ぐらいからもう全然大阪の梅田で遊ぼう。あ、そうなの。あったあった、全然行けた、全然行けた。滋賀の中高生って梅田で遊ぶの？全然あった、全然あった。強すぎるな。それこそあのテスト期間とかあるやん、終わったら最後なるほどカラオケ行こうよとかあるやん。はいはいはい。その感覚で全然ユニバ行ったりとか。マジ？全然あるの。マジ？滋賀は、うん、八戸市はさ、はい、テスト終わってもさ、市内でしか遊べないから行けへんもん。カラオケボーリングが関の山で、はいはいはい、それ以上の娯楽は降りてきてないし。そっか。市に1個しかなかった映画館潰れたよ。え、マジでマジで。映画館すらなかったんや。潰れちゃった。あ、そう。そう、あの八戸のね中心部にあったチーノっていうビルがあって、八戸だからチーノっていう。あ、なるほど、ね、だからあれだよ、潰れそうだなって誰もが思ったよ。あー、でも分かる。誰もが思ったビルが潰れて、はい、案の定という。案の定、案の定。今の八戸の中高生何してんだろう。そうよな、まだボーリングはあると思うけど。やっぱだからそこのさ、遊びの幅がどうしても狭くなっちゃうから。そうそう、なんさ、地元の、まあ、言っても僕も行ける大阪にとかっていうのは高校の時とかからあったはあったけど、うん、とはいえそういうタイプでもなかったから。ああ、なるほど。うん、遊びにも出えへんし、田舎の行ける範囲でお金もなかったし、遊ぼうよってタイプやったから。なんであの頃ってあんな金ないんだろうね。すごいよな、中高生って。うん、お小遣いさ、そのさ、うん、たまに学年でもらってるやつっていたじゃん。あった、めっちゃもらってるみたいな。とんでもない額。うん、でもさ、うん、そんなのはごく少人数なわけで、うん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 、他はマジでさ、飯代ぐらいになっちゃうというか。ファミレス行くん悩むとかの話。悩むよね。そうそうそう、ガストってちょっと高級な。いや、そうそう、それで家帰ったら飯食えるしみたいに思っちゃうんだよね。うんうんうん。いや、そうなんだよ、ガスト高いんだよ。だからほら、それこそマクドナルドに行って、うん、ハンバーガーと水だけとか。やった。普通にやったやん。別にやった、恥ずかしげもなくというか。ない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 、そういうもんというか。当時しかもさ、うん、割とまだデフレだったから安いんだよな。安い、マクドナルドが、ハンバーガーってさ、なんかなんかさ、100円のやつなかった？マックポーク。あ、あった。食べてたよ、俺。マックポークあった。何あれ？そのシリーズで、だから、普通にハンバーガー、マックポーク、あとチキンのやつ。なんだっけ、チキンクリスプみたいな名前。チキンクリスプ、そう。あったよね。うん、100円ぐらいの。あの3つのローテで、いや、ほんとに。いけるから。なんで今、マックポーク売ってないんだろうね。なくなったね。あれだってさ、いや、美味しかったか正直わかんないけど、うん、青春の味ではある。ではある、うん。だからそのさ、それがいいよな。あ、そうね。美味しかったか分かんないの含めていいよな。うんうんうん。大人の今食べたらさ、全然だなって絶対思うじゃん。ピンとこないとは思う。なんか同じマクドナルドでもさ、うん、今俺たちはサムライマック買えるから。買える。買うしな。あれ美味しいじゃん。でかくてうまいし。そうそうそう。うん、には劣るけど、うん、あの頃はマックポークがごちそうだったもんね。ごちそうやったね。十分やったし。そうそうそう。逆になんかそれ以上のものは、そもそも視界にすら入ってなかったというか、なんか予算的な都合とかもあってね、うん、とか、あとほら
なんかさ、お昼にさ、学校の中にある購買部とかで、うん、牛乳プリン買うのが贅沢だったよね。あったねー。やってたでしょ、うん、俺やってた、牛乳プリンとね、あと地元の場合さ、うん、グラタンフライってのがあって、はあはあ、高校の購買で売ってるグラタンを衣でくるんで揚げたってやつで、いいな、いいな、ローカルっぽいでしょ、うん、だでも今思えば、うんうん、あのグラコロの中身でしかない。なるほどな。今思えばね。ただただ中身を、そうそうそう、グラタンフライと言ってたんだけど、そうそうそう、地元にいた頃は、うん、これは地元のローカルフードなんだって、うん、誇りも持ってたし、うん、グラタンフライにアイデンティティの一部を預けていた節さえあるんだけど、うんうんうん、今思えばそうやな、あんなもんグラコロの中身でしかないなってマジで気づきたくなかったけどな。見えちゃうな。でもムツ食品さんが作ってる、うん、あった、地元や、ローカルの、 あのそうそう、食べ物のメーカー、地場のところがやってるような。そうそうそう。でも高校生はソウルフードだったよ。あーでもいいな、グラタンフライ。 それこそほらタコセンとかなかった。やったからさ、タコセンは関西なのよ。あ、そうか。たこ焼きをせんべいでサンドして食う。そう、あ、そう、やっぱそうなんだ。2、300円ぐらいの、うん、いやあれは関西ローカルだよ。じゃそれこそたこ焼き屋さんとかが、うん、最寄り駅とかに高校のあったりするから、うん、たこ焼きはやっぱ300円するから、はいはいはい、買われへんのよ。だからタコセンは100円とかやね、ほんまに。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ安いんだ。うん、はいはいはい。1個しか入ってないの？ 2 個入ってる。2個入ってんね。2個入って結構がっつりソースとマヨネーズもかけてくれるから、うん、味濃いしな、うん、お腹いっぱいなんのよね。なるほど。水も飲みながらとかやと、はいはいはい。でもそれで家帰るまでの完食、そこで済まして、いいで、ゲーセン行ってみたいな、はいはいはい、カラオケもあったし、それこそチャリで映画館も行けたような。あー、なるほど。滋賀なんかは田舎の中でも多分コンテンツは全然あるタイプの。だってそうだよね、都心が近いわけだもんね、うん、そう。である種さ、変な話、あの滋賀でもお受験はあるじゃん。あるある。中学受験とか受けるやつとかいるもんな。僕の仕事はなかったから。いや、そうそうそう、なかったからってのを前なんかの時に多分ツイートしたの、うん、はいはいはい。そしたら青森県にも中学受験ありましたよってのを、うん、弘前市の人に言わされて、俺マジでムカついたの。その弘前市には弘前大学付属があるだけで、マジさ、ないところのこと考えろよって思って。そういうことよな。そういうことよな。で、多分向こうが知らないわけないのよ、うんうんうん、県内のそういう事情。いや、そうやな。で、青森県ってなんか八戸周辺と弘前周辺で対立する構図があるのよ、うん、あ、へえ、なるほど。あの、そういう県たまにあるのよね、はいはいはい、静岡が静岡市対浜松市になるみたいな。なるほど、なるほど。あの、同じぐらいの規模感の町が戦ってるパターンの県なの、うんうんうん、はいはいはい、はい、で、そういうのも踏まえたマウントみたいなのを、うん、地元から3000里離れた今も俺されんのかって思って。それから逃れてきた人間やって。そう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 、マジもうやめてくれよって思って。仲良く行こうぜ。なんか俺さ、離れたから、うん、自分の中では弘前も当に地元の当たり判定入ってんのよ。そうよな。離れたら広がるじゃない。うん、うん、わかるわかる。あの、地元にいた時は弘前って遠くだったけど、うん、だってその京都とか東京とかに出てしまえばさ、うん、同じ青森県なんて地元じゃないですか。遠目で見たらな。いや、もっと言うと別に俺東北6県全部地元だと思ってるから。わかるわかるよ。当たり判定広がるじゃない。わかるわかる。今更何をさ、うちには中学受験ありますけどじゃないのよ。だいぶ狭いところの話よ。そうそうそう。ちっちゃい話やし。ちっちゃい。そうよ、別に受かったしな、別に俺も。その受けてたら受かってるしなって思って。落ちましたとかの話か。何をそんなこと言われなきゃいけないんだろうと思って。全然できたしっていう。俺別に情けない話。なんで今俺小学校の頃の成績でマウント取り返さなきゃいけないんだろう。すげえできたけどなって。あの、NRT っていう、中1の時に受ける小学校の内容の到達テストみたいなやつが青森県あって、俺なんか、多分1ミスとかですごい点、良かったけどな。400点満点の397とかだったけどなって思って。こんなダサいことに、火種が。なんかその、まあ、わかんない。俺も、もう31なわけ。そうやな。NRT 持ち出す日が来るとは思わなかった。恥ずかしい。絶対思い出さなかったよ。やりたくもないし、やりたくもない。そんなこと。すごいとももう思ってないし。何にも思ってない。20年以上前だよ。しかもさ、あの、当時は、うん、うわ、俺すげえこんな点取れるんだみたいな、ちょっと思って。当時はな、それだけど今思えばさ、うん、出てる問題分数とかなわけだよ。
誰でももう解ける小6の到達度だから大人やったら分かるような内容で分数とかでマウント取ろうとしてんだ俺と思って賢さっていうよりも到達点の速さみたいなところもちょっとあるやんあそう早熟さみたいなね、うん、先にもうそこまで隣ついちゃっただけというかねそうそうそう、うん、ダッサい話だなと思ってとかをわざわざ言わされるっていうそんなんこっち思ってもないのに思ってもないのにでも言った以上見えちゃうし言わんかったやろうけどそうそうそう、うん、俺も言わんかったよもちろん、うん、そうねいろんな言葉を飲み込んで出そうと思えばって話そう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 ただいいねをしたけどいいな一番いい大人やからね大人やね、うん、そういうのもするけどこうただ何やろう、まあ、僕も普段大阪の市内にいて、はいはいはい、梅田のそばにずっと生活の拠点を置いてて、うん、大都会だあなたもさ東京の方にいるわけじゃないそうだよ田舎の方をたまに帰ると、うん、その田舎と都会の全然文化というか、うん、単純に物があるなしとかじゃなくて、うん、まるっきりいろいろ違うよ違うびっくりする過ごし方もそうやしそう感性が特に思うかもしれない人と触れ合っててなんだろうな、うん、いやでもなんか一方でね、うん、あの大人になってから地元との関わりが生まれたわけ、うんうん、俺はあの地元が嫌である種大学で出たんだけどその後その芸人活動してから、はい、ありがたいことに地元のイベントに呼んでもらうこととかが生まれて、うんうんうん、地元にこんな場所あったんだとかあの小劇場とかがあるのよで呼んでくれてみたいな青森にあるそう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 、とかが発生して、うん、だから地元でその八戸という町の演劇文化とかを残すために、うん、あの経営は厳しいけれど、うん、続けてるっていう劇場さんとか、めっちゃ良くない？めちゃくちゃいいの。でもあれやな、それこそもしあなたが、うん、高校出て、うん、ずっと地元おったら、うん、多分見つけてないんじゃない？そうなの、そうなの、それもあるのよ。そうなんさ、うん、で離れたからこそで離れてちょっとその目立ったからみたいなとこもあるんだと思うんだけど、ね、とかあとほら俺あの本を出したじゃん去年出した、ね、その時にやっぱり地元の本屋さんからコメントとか、応援とかいろいろいただいてていや嬉しいなでその時にやっぱ分かんのよ地元の本屋でそういうキャッチする耳があったのそこなんだみたいな、うん、あーそっかいくつかある中であお前が本物だったんだなるほどねなるほどああなるほどそうそうそうそのアンテナ張ってたんやこの人とかそうそうそうマジかみたいなマジありがとうな生き地商品って思ってマジありがとうなよく言ったぜ俺と思いながらありがたいなさくらももこのエッセイ買ったよ、はい、生き地商品でめちゃくちゃいい出会いをしてるやん桃の缶詰とか猿の腰掛けとか、うんあんま言いたくないけど俺のエッセイなんてさくらももこを何番宣伝したものでしかないからルーツではあるから確実にあれが凄まじすぎるっていうのもあるけどいやそう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 だからいやそういうのも踏まえて、うん、俺が昔さくらももこの本買った場所に、うん、俺の本が置かれてるっていうのはなんかいい縁があったなって思ったよなんだろうこうさ都会と田舎の違いで、うん、なんある種のやりやすさとしてさ、ええ、東京やったらば例えばいっぱいいるじゃないそもそも変なやつもいるし、うん、目立ちにくいというか、はいはいはい、多すぎていやわかるぞ田舎やったらちょっとなんかポンと出るだけでキャッチしてもらいやすさそうねそれはあるそれはある変ないやらしい話あるよいやらしい話そういう応援のされ方してるんだろうなとも思うしそうなんさで逆に言うと東京だとさ嫌なところもあって、うん、なんかその個性とか画を出さなきゃいけないじゃないキャッチしてもらうためになるほどでちょっと無茶な出し方をしてさ、はい自分を切り売りじゃないけど、うんうんうん、そういうのが迫られてる感じもやっぱあるのよ誇張というかねうんせかされてる感じとか、うんうんうん、そうせかされてその肥大化させなきゃいけない感じはいはい自分の縮尺を変える感じ、うんうん、で普段そこに自分も住んでるから、うん、適宜やんなきゃいけない気はしてるし、うんうんうん、あの向いてないと思いながらたまに頑張ったりしちゃうんだけど、うんでそういう時にやっぱ地元の方に戻ったりとかさ、うんうんうん、今地方でのライブも多いから、うん、行くといやそんなんじゃないなってこういやそうね確認できる場にはなるよななんか結局どっかで持続できひんくはなっちゃうやんかいやそう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 自分じゃないからそれそうそうそうだから何持続可能なアイデンティティあるよなあるなあるよな、うん、SDI あるな持続可能なサスティナブルディベロップメントアイデンティティある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 ディベロップメンタルかあるよなあそういう、うん、僕も地元おるときは、ええ、その世間の狭さみたいなのは嫌だなっていうのはあったけど、うんこうある程度もろもろ経てから戻るとそれはそれでいいやろうなとかそうだよそれこそさ、うん、僕なんかもう普通に社会人として何でもやってるわけさ、うん、で
自分の人生の途中でそれなりに名の知れた会社というか大きい会社に入った経験もあったので、はいはいはい、友達の友達ぐらいがそれを知ったりしてたから、はい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 、ぐらいの狭さあんねやみたいなのはあったけど、だから説明する手間省けんの楽やなみたいな、いやそうやね、そうやね、それがたかだか会社レベルでもあったから、うんうんうん、芸事やるとかってなったら、そうな、そら見つかるわな。いや だけど一方でさ、うん、同級生とか、はあ、友達とかかつて の、うんうんうん、その中高とかのね、うんうんうん、仲間で僕のこと見てるやつなんかあんまいないんだよな実際。あ、意外とそう、意外とそう、いや、ま、認知はしてるんだろうけど、うん、ライブに足運んでくれるとか、うん、本買ったよみたいな報告とかほとんど来なくて、意外とそう、そう、ただその小中高同じだったね、うん、あの同級生 の、うん、あの女子で、うん、もう多分名字も変わっていて結婚もしたらしいという方、うんうん、だから、その方からね、うん、あのまあ本とか出たのすごいねみたいな、うん、おめでとうみたいなの来て、あの Facebook かなんかで、でその今度、うん、地元 の、 あの公民館でライブしてほしいみたいな、あの町内会館みたいなところみたいなのが来たんだけど、すごいな、それ、あのそこ俺あの地元だから分かるんだけど、うん、とてもライブじゃない公民館すぎるというか、公民館すぎるやつだったから、ほんまに寄り合いで集まるための、ああ、そう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 、だちゃんと凱旋ライブは市の施設でやったけど、行けんのは嬉しいし、行けんのは嬉しい、行けんのは嬉しい、その子来てなかったな嘘そこまでお膳立てあって、あ、お膳立てあった上でね、あとなんかその言うたらその価値観みたいなところで言うとさ、あ、地元のやつと喋ってるとさ、話題の向きがどっちか分かんない時とかあるね、うん、それは、うん、なんか世の中ってこういうやついるよねっていう話題があったとしてさ、うんうんうん、そ、賛成のキーで喋ってんのか、うん、反対のキーで喋ってんのか見極めなきゃいけない時間あるじゃん、あるな、なんかめっちゃあるな、コンセンサスない時間あるな、うん、なんか分かりやすいところさ、うん、地元とかあんま関係ないかもしれないけど、その、まあ、東京でもそうか、いやでもまあ分かるよ、うん、分かるよ、あの例えばさ、うん、ピカソの絵ってさーから始まったら緊張感走んない、はい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 、所詮落書きだよねの方に行くのか、うんうん、いやあれが素晴らしいんだよねに行くのか、待たなきゃいけないじゃん、あるな、相手がどっちのキーで来るかで、うん、こっちもさ思うものはあるんだよ別に、うん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 、あだけどその相手にある程度準じたリアクションしなきゃいけないじゃん、うん、会話って、うんうん、それ探る時間なんか長くなんない地元だと、ある、それはでもほんまにめちゃくちゃあって、ね、それこそ都会の方で出会った友達とかやと、うん、そもそもがさ離れたとこから集まってるもん同士やから、うん、ズレも少ないし、そうだね、うん、あと一方でさ、うん、あのなんか地方から出て思うことなんだけど、うん、俺がその地方の代表みたいに見なされるのしんどいんだよな、あるんや、やっぱあるある、なんか青森県の人ってこういう人多いんですかとか、あー、そういうこと言われる時あるけど、なるほど、俺が典型なわけないだろそうや、出てんだから、そうやなぜなら出てるんだから、どっちかっていうとじゃないからおるんやでみたいな、いや、そう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 だけど、うん、一方でその県のスポークスマン的な役割をしなきゃいけない時もあるわけで、うん、あー、なるほどなるほどなるほど、そうかそうかそうか、そうそうそう、それを背負って出身者っていう、うん、なんていうの、宣伝文句とかは俺の本にも使われたし、うん、あの取材とか受けるときにキャッチコピーとか枕になったりもするから、はいはいはい、なんか そこの兼ね合いみたいな、うん、どこまで、でもそしたらやっぱりまた東京の話になるのよ、どこまで自分の青森を誇張するかみたいな、いやだからマジ愚かなんだよな俺マジでさ、めっちゃ田舎で生まれたアピールたまにしちゃうのよ、わー恥ずかしいよね、わー、わかるよ、でも地元にサイゼリアなくてみたいな、わかる、びっくりドンキあったからな別にたまたまサイゼがなかっただけでっていうやつとか、いや、それめちゃくちゃわかるわ、でも、うん、やっちゃうよね、やっちゃうやっちゃうやっちゃう、その求められてる田舎人像を演じてしまう瞬間というか、そう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 、それこそさ行ったことこそ僕ないけど、うん、八戸とかも、うん、なんかはあるやん別に、いやもちろんそうよ、それなりに暮らせるわけじゃない、そうサイズとかポジションで言うとね、滋賀だと多分一番近いの彦根、あーなるほど、その感じ、うん、全然いけるな、そう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 、別に若い人でも、そう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 、過ごせはする、そう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 、オプションがないだけっていう、そう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 、ね、一通りのものは揃うし、うんうんうん、そうそうそう、コンビニも別にあるし、そうよみたいな話だ、そうよそうよ、そうだな、やっぱそこ特有のみたいなのはある、ね、シャネルだって売ってるしな、あーそっか駅、 あの駅前のデパートとかあるね、そうだな、でまあもう今の時代ね、その情報的な部分のラグとかもそんなになかったり、ね、まあって言うよね、うん、って言うけど意外とあるか、
あーその流行りもんとかの、うん、あなんかさあれどうなんだろう、ゲームとかで言うとさ、うん、ドラクエの9かな、うんうん、あのすれ違い通信でどうのこうのっていうゲームはやっぱり首都圏にいないと話にならなかった、うんうん、いやそうやんな、それはあった、なるほどね、うんうん、そういうその、オンラインコンテンツに見せかけてオフラインとつながってるやつってあるじゃん、うん、あれだよ、それこそ何年も前やけどポケモン GO とか、これ違うのよ、あそうなの、ポケモン GO は、うん、青森とかだとあのどんな細かいスポットでも、うん、あの登録しないと話にならないから、お地蔵さんとかにポケモンがジムになってたりするの、大阪やったら通天閣東京スカイツリーみたいなのが、そうそうそう、お地蔵さんとかのレベルでお地蔵さんとかになってる、お前帰り道にポンと居張るようなやつやろ、そう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 だよ、だからうちの家族とかも青森でポケモン GO やってたけど別に成立してたよ、それなりに楽しめてたんや、うん、別にその時俺京都にいたから、うん、あの京都でちょっとだけやったけど、うん、だって家族の方がレベル高かったもん、ああそう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 、全然できたんや、そう多分どうだそうと思う、俺めんどくさくなってやめちゃったんだけど、伸び伸びもできるとかもあるかもしれへんね、そうそうそう、周りにあんまり影響を受けすぎずに、うん、ただまあ一個違うのはそのなんせそのスポットとスポットの距離はあるから、そうか、あの青森の子たちは車でポケモン GO やる、ね、あれ歩こうぜがコンセプトやのに、あドライブポケモン GO になる、ちょっとだから種目は変わってくるんだよな、電車で GO の乗りになるよな、はい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 、同じ GO なのにな、そうか、そっちの方向へのこうちょっと移ろいというかサイみたいなのあったりするけど、滋賀ってさ、こうやって見ると琵琶湖のほとりにやっぱ建物がいっぱいあるのね、ある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 、いろいろ、だからねこれすごいのが、うん、まあ、ほんまに今琵琶湖のほとりにおってさ、うん、周りにマンションめちゃくちゃあるやんか、そうね、都心部と値段変わらんのよ、そう、あ、いや聞くぞ、なんか滋賀ってさ、うん、住民増えてんだよな、めちゃくちゃ増えてる人口が、うん、言うような宅地開発進んでて、京阪神のベッドタウンでさ、うん、なんせ京都も大阪も土地がねえから、そうそうそう、滋賀に人が住んでるって言うよな、だから僕の今住んでる町なんかやと、ええ、電車乗ったら大阪まで1時間かからんからさ、うん、なるほど、滋賀やのに、はいはい、ほんなら別に大阪の家賃高いところでさ、ちっちゃい家建てるよりもう田舎のまだ安いからとか、っていうのでマンションとかももうなんだかんだで値段上がっていって、そうかそうか、需要ができて結果的に値段も上がってんだ、そう、かつやっぱりあの田舎最大コンテンツの青森のさやと思うけど、うん、花火があるからさこれね、花火はね青森より秋田が強いのよ、ああそうそうか、秋田は花火有名なのよ、え青森自体にはないの、あるけど、そんなドドンって感じ、火じゃない、あ秋田県の日じゃない、だからその琵琶湖はさ大きい花火大会じゃん、琵琶湖花火大会、関西圏だと琵琶湖とさ PL、うんうんうん、と何個かあるじゃん、まあ、淀川と、淀川と、淀川と、ね、うん、だからそれと多分戦えるのは東北だと秋田だよ、おーそうなんや、そうそう大きい花火大会って、でも好きよな田舎の人花火とやっぱ祭り、何なんだろうね、なんかやっぱ宗教性みたいなものって、うん、土着性というかさ、そうだね、結びつきやすいんだろうね、そういうのあるんだと思うけど、やっぱあの年末とかさ、うん、実家の方帰ったりすると、うん、あの初詣とか、うん、全員ぐらい行くやん、そうやな、なんか習慣が根強いみたいなのを感じるか、うん、行くものみたいな前提があるというか、そうだねそうだね、別に行かへんのがどうとか行くのがどうとかないんだけど、うん、ってことよね、その行くっていうもう、うん、常識が根付いちゃってるみたいなのは、うんね、いやわかるぞ、あるね、いやだからその首都圏とかってさ、ええ、あのある種のマクドナルド化じゃないけど、はい、均一化均質化が進んでるから、はいはいはい、味はこう薄れていくというかね、うん、それはあって、うん、なんか一回それ調べたんだけど、うん、あのパプアニューギニアに、うん、なんて民族だったかな、あのまだ割礼とかやってる民族で、その正規を切るとかのが、うん、アジア圏でもまあ、パパニューギニアオセアニアだけど一応あるっていうので、全然あんにゃ、そうそうそう、なんかね、しかもねそこ面白くて、あのまあ割礼ぐらいだったらそのアラビア系とかだとまだあったりもするんだけど、うんうんうん、その理由というか、うん、あれがその土着の信仰なの、お大きい宗教じゃなくて、はいはいはい、であのその宗教何崇めてるかっていうと、うん、芋なのよ、芋、タロイモ、芋、タロイモの収穫、うん、いやじゃあヤムイモか、あの辺はヤムイモの収穫を祈って、はいはいはい、あのヤムイモって細長くて形が男性器に似てて、はあはあはあ、それをこうなんか収穫するために男の子が割礼を受けるみたいな、なんかさ
それまで残ってるのすごいよな。逆にすごいよな。いやもちろんその人権的にどうなんだとか、うん、いろんな議論はありうるし、もちろんもちろんあれなんだけど、うん、そのなんかこうマクドナルド化したものにはないものが残ってる。全然残ってるんやっていうところ、うん、言い悪いじゃなくて、うん、結構びっくりすることとしてあるよな。でもそうね、なんかほんまに良くも悪くも強いものとしてブレへんのはあるんだろうなっていうのは。そうそうそう、だからそういう意味で言うとそれに比べたらさ、八戸、うん、なんて東京なんだよ。いやでもなそうやな、コンビニもあるし、長田電機があって、まあ、八戸も僕の住んでた大津もさ、うん、言ってもこれぐらいのそこそこの規模あるからさ。そうなんだよ、だから田舎田舎って言うけどそうでもないんだよな。キャラ作りで言ってるだけのところがいっぱいあって、いわゆるホラー映画とかのさ、いやあんなんじゃないよね、人が怖い系のやつあるじゃない。あるね、村の偉い一族がみたいな、ホルガ村なんだっけ、ミッドサマーの、ああうん、そうだそうだ、うん、うん、とかはないやん。ないないない、別にイオンもあるしとかあるあるある、うん、で、あの同じ日本語が使われていて、うん、あのみんな633の教育を受けていてみたいな、うんうん、そうだよな、食ってる飯も東京も八戸も変わらんしね。変わらんよ、うん、であのそれこそコロナ禍の時にさ、うん、あの東京すげえ厳しかったの、うん、飲食店もすぐ閉まるし人も多いしな、全然出歩かないみたいな時期があって、うん、その頃に縁あって地元の方に行く用事があってね、うん、八戸帰ったらめっちゃ人出歩いてて、おその時になんかね八戸を見て初めて、うん、東京みたいだって思って落差でね、皮肉なもんで、うんうんうん、コロナ禍っていうさ、コロナウイルスの流行っていうのはある種の、リセットボタン的な作用があったわけでさ、うんうんうん、あれを機に働き方とか学校とか問い直されたものは多いんだけど、うん、あのその結果八戸が東京に見えるってのはなかなか不思議な話、不思議な話だなと思って、うん、そこで意外と自由になったのは八戸やったっだったんかな、まあ、まあないしはまだね波が来てなかっただけなのかもしれないけど、そうな、もろもろは諸事情あるやろうけれど、そう言うてる間にさ日が落ちてきたよ。早いね、暗なんのもね。ねえ、琵琶湖の夜ですよ。好きなのよ、やっぱちゃんと星が見えたりとかさ。ああ、そうね、うん、綺麗ね。東京も意外と星見えるよ。あ、そう。うん。見えない見えないって聞いてたけど、うん、頑張れば見える。ああ、そういう感じね。目を凝らせば。はい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 。そう、人生で一番星綺麗だったの、うん、高知県の室戸岬なんだけど。はい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 。すごかった。すごくて。行って帰ってその時京都住んでたんだけど、うん、すぐプラネタリウム行ったの、うん、でマジでまんまで、いやーそうよね、いやでもなんか一方でそれも嫌で、うん、じゃあプラネタリウムでよくないかみたいなのもありつつはいはい、はい、でもこれは偽物なんだ、騙されちゃいけないみたいな、うん、そう室戸岬の本物だったな。やっぱ田舎のあれすごいよな。すごいで言ったらさ、ええ、もう昔話にごめんなっちゃうんやけど、やべ全然、まだ僕がコンビやってて、うん、あなたもコンビやってて、うん、2組で福井のお笑いライブなんか予選みたいなの覚えてる？行ったね、行ったね、覚えてるよ。あん時見た星も結構残っててあったな。ただただ4人コンビ2組揃って、うん、車途中で降りて、ね、星見ながらタバコ吸う時間とか、なんかやってた。まだ20歳そこそこやから、20歳そこそこだったね、うん、僕らももう下手しい10年近く前の話にはなってしまうけど、う、ね、あ星はいいよ、やっぱり田舎でも、ね、いやいいですよ、もうほとんど何もねちょっと見えなくは、うんうんうん、なってはきましたのでというところなんですけど、というところですけど、うん、いやまあたまに来るといいね。田舎でもこうやって普段ね街中で喫茶店行くのも楽しいけど、うん、こうやって、まあ、今日僕の地元やけどさ、うん、ええよね、いいと思うよ、こういうとこで喋るのもね、うん、楽しいね。いやまたやろう、うん、やりましょう、やりましょう、うん、ぜひ関西にねいらした際はぜひぜひぜひ、うん、やっていただければと思いますので、いいえ、ありがとう、はい、ではではでは、こんな感じですかね、うん、うん、電車もちょうど通ったので、はい、きりよくというところで、はい、ありがとうございました、ありがとう、はーい。